今度春菜パチプロとしての致命的弱点。パチンコに欲しみが世界進化をした私今度春菜がパチンコの楽しさと勝ち方をお伝えするチャンネルです。はい、どうも今度春菜でございます。今日はですね、まあ僕が、まあ、パチンコのね勝ち方をまあ、YouTube とか Twitter とかで発信するようになってからですね、まあ、ほぼ毎日のようにね、あのパチンコのね相談事、勝つための相談事みたいなことをねいただくんですね。はい。ただまあそんな僕がですね、パチプロのくせにこんな簡単なこともできないのかよというようなことをお話ししていきたいと思います。はい。まあ、一応言いますと、まあ、僕パチンコを約13年間打ってまして、パチンコの生涯収支は6000万は超えてます。月でマイナスになったことは2回しかありません。はい。まあ今は結構緩く打ってるね、パチンコ、そんなまあガチガチで打ってる時もありましたけど、結構緩く打ってます。はい。まあ、そんな僕がね、パチプロのくせにこんなこともできないのかよというようなことをお話ししてね、なんていうんですかね、まあ、僕別にまあそんな目を張りたい気持ちとかはまあゼロではないでしょうけど、そんなに強くないんですよね。はい。ただまあリアルを知ってもらって、あ、なんだこれ程度のレベルのパチプロでもまあこれくらいだったら稼げるんだなと、はい、そういうリアルを知ってもらえてね、お伝えできればいいなと思って今日は動画を撮りました。はい。そんな感じで、では早速行ってみましょう。はい、というわけで今度春菜パチプロとしての致命的弱点発表していきたいと思います。はい。1つ目、スロットができなすぎる。はい。まあね、僕のねスロットのチャンネル、まあ、最近更新してませんが、そちら見ていただければ分かると思うんですけど、あのディスクアップ言ってます。はい。もうあまりにもできなすぎますね。パンクしてることにも気づいてないし、まあ、目押しも未だにも1年くらいやってますかね、全然できません。はい。あのジャグラーでさえボーナス確定してなかなか止めることができなかったりとかしてます。はい。当然知識も全然ありません。はい。未だに よく分かってません。やっぱりね、ツイッターとか見てて上手い人はスロットもパチンコも両刀でやってる人が多いですね。はい。ただ僕はできないです。まあ、よくね、今度さん、スロットやった方が稼げますのなんでやらないんですかみたいなこと言われるんですけど、僕の中でもうジャンルが違うんですよ。お金を稼ぐことが目的じゃないからね、そもそも論を言うと。だから要するに、まあ、ラグビー選手にアメフトやった方がアメフトの方がスポンサーついて儲かるのに、アメフトも一緒にやったらいいじゃないですか、アメフトに転向したらいいじゃないですかって言ってるようなもんなんですよ。ポーカープレイヤーにブラックジャックのも当てますよ、ブラックジャック覚えてブラックジャックやった方がいいじゃないですかって言ってるようなもんなんですよ。同じパチンコ屋にありますけど、僕の中で全然違う種目なんですよ。あんまり、興味持ってないんですよね。まあこれから未来でもしかしたら興味持つかもしれないんですけど、もう僕の中でジャンルが違うんですよね。はい。だからまあ僕はまあスロットをやってないと。はい。ただまあ本当にもう勝つことを目的、儲けることを目的、まあ、儲けることか目的にしたらパチンコスロットやらない方がいいんですけど、まあパチンコスロットやりつつ儲けることを目的にしたいんだったら、まあ、スロットを覚えてね、やった方がね、閉店前にジャグラーの設定6を見つけたらそれを打つとか、ハイエナの台、ハイエナできそうな回転数の台をスロットで打つとかした方が収支っていう面を見たら上がってくるとは思います。2つ目、跳ね物が全くできない。まあね、まあ、トキオとかそういう跳ね物ありますよね。僕はもうね、ずっと敬遠してきました。あ、僕の中でもう触っちゃいけないものなんですよね。まあ、これもね、跳ね物にね、あまりね、興味持ちませんね。はい。ただ、やっぱりプロでやってる人は結構跳ね物をね、好んで打つ人が多いです。跳ね物はね、釘を読めれば、ちゃんとしっかりね、メモしてやればね、出来栄えをつかめば、期待値を安定して稼げることができますので、まあ、プロとしてはかなり美味しいんですよね。はい。ただ僕は、跳ね物っていうのは一切できません。はい。なので、ちょっとね、まあこれから興味持つかもしれないですけど、今のところ、まあ、動画で跳ね物を紹介することはないと。はい。そういうわけでございます。3つ目、釘読みレベルはパチプロ軍団長より下。まあね、まあ当然釘は、まあ、読めなきゃ勝てないですよ。はい。ただ僕はまあパチンコのね、軍団を持ってる軍団長がね、やっぱりね、僕の中ですごい上手いと思うんですよね。はい。なぜかというと、やっぱり軍団長がしっかり釘を読んで、できる限り回る台っていうのを見つけて、打ち子にこの台を打って打って打ってって指示するので、やっぱり軍団長っていうのはもうかなり
釘読みが上手い人たちだと思います。はい。ただ僕は多分、そこまでのレベルではないです。はい。まあもちろんね、ある程度読めますよ。ある程度へそがいい、見るとか、ここのポイントを見たらいいとか、分かって、見て打ちますけど、打ってて全然回んねえなとか、なんでこんな釘がこんな回るのみたいな、思うことが、まあ、しょっちゅうありますね。どうなんですかね。まあ、パチプロの中としては、まあ、中ぐらい。めちゃくちゃうまいわけでは絶対ないと思います。はい。ただね、まあ、釘読みっていうのはめちゃくちゃ大切なことなので、まあ、レベルアップしていかなきゃいけないと思うし、僕もね、旅打ちに出かけて、さらに、まあ、いろんなお店行きまくって釘見てレベルアップしたかなっていうのはありますけど、まあ、軍団長さんレベルでは僕はないというところでございます。4つ目、期待値計算はしっかりできない。まあ、僕はあのね、パチプロの人は多くはね、自分でこれ計算して計算して、回転単価どれくらいで、期待時期これくらいでっていうのをやってる人が多いですね。はい。ただ僕はね、しっかり計算できないです。なので、まあ、ほぼ、ツールに頼っちゃってますね。はい。ツールに頼って、ツールにまあね、回転数とか、時間どれくらい回せるとか、出玉どれくらい取れるっていうのを打って単価出したりとか、期待値給これくらいだなっていう予想を立てるという感じでやってます。はい。でどうしても分かんなかったら計算がめちゃくちゃ上手い人たち、はい、パチンコ秘書教室のホームさんとかに、まあ、連絡してこれ分かんないんだけどこういう計算でこれくらいかな教えてって言って連絡したりしますね。ただね、まあ、これもね当然自分でしっかり計算できるようになった方がいいと思います。はい。そうすればね、まあ、この機種とこの機種だいたいどれくらいの期待時給があってっていうの分かって、じゃあこっちの方がいいな、移動した方がいいな、このまま打った方がいいなっていうのが、しっかり分かるようになる。はい。ので、自分でもしっかりできるようになった方がいいと思います。はい。これはね、まあ、僕が伸ばしたいところではありますので、まあ、これから僕がしっかり勉強してできるようになったら、また改めて僕が教える期待値計算の仕方みたいな動画もね撮ろうと思いますので、今はできないレベルですけどちょっと待っていただけたらなと思います。5つ目、ホールチェックサボりがち。やっぱりね、まあパチプロの人はね、もうほんとホールチェックが命、間違いないですね。パチンコ屋行ったどのね範囲内とかだったら、もうパチンコ屋の様子を見てきて、今日はこうだったこうだったっていうのをね、自分の足で行って自分の目で見て自分の頭で考えるのがめちゃくちゃ大事です。ただ僕は結構サボりますね。はい。もう大体今までの傾向で行って、稼働終わったら、もう近くのお店、まあ、行く時もありますけどもちろんね、まあいやサウナ行って帰ろうっていう感じでやってますので、結構もう、まあ、出不精ですね。はい。ホールチェックサボりがちです。はい。ただこれは良くないので、やっぱりホールチェックいかにたくさんするかっていうのが、まあ、パチプロとしてめちゃくちゃ大事なことだと思います。6つ目、最後です。期待時給100円以内ぐらいだったら好きな台打っちゃう時がある。これ致命的ですね。これパチプロとして絶対やっちゃいけませんね。まあ、僕もねガチガチで打ってる時は本当に1円でも期待時給の高くなるような台を探して打ってましたけど、今はね、まあ、シンフォギア2とか、漆黒とか大好きなんでね、他のなあんまり面白くない台があったら、まあ、100円以内ぐらいだったらなと思って、漆黒とかね、シンフォ2とかね打っちゃう時があります。なのでね、去年ベスト5に入ったシンフォギア2もね、ぶっちゃけそれが一番期待値が高いと思ったから打ったわけではないです。あと友達とねパチンコ打ちに行ったら、釘しっかり見て1円でも高い台座ってろっていうよりは、もう楽しいから友達の隣みたいなね。はい。まあ本当めちゃくちゃ妥協打ちはしませんよ、しないですけど、好きな台をもう楽しい台を選んで打っちゃう時があると。これは致命的ですね。はい。絶対真似しちゃいけないでしょうね。はい。そんな感じですね。はい。というわけでですね、今回ですね、まあ、こんなダメな部分をたくさん持ってる僕でも、まあ、これくらいの、まあ、収支だったら残せるんだなという、まあ、参考になってくれればいいと思います。はい。ただね、やっぱりね、まあ、しっかりね、期待値とか、まあ、収支をしっかり少しでも稼ぎたいという人はね、まあ、僕のことをね、反面教師にしたらいいと思います。はい。まあ、絶対ね、今日僕ができないこと、できた方が収支は確実に上がると思うので、はい。ぜひね、まあ、伸ばしたい方はね、伸ばしていっていただいて、はい、明るい未来になっていただければいいと思います。ちょっと締める言葉がね、見つかりませんでした。はい、まあいいと思います。はい、そんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。